はい、どうも皆さんこんばんはー、モンシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目のアルトコイン、一二三四五六銘柄とドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が二千二十三年の三月の二十日月曜日、今が十七時九分を回ったところです。はい、どうも皆さんこんばんは、モンシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、それからアルトコイン、一二三四五六七銘柄と、えー、ドル円の状況ですね、見ていきたいと思います。今日が二千二十三年の三月の二十二日水曜日、今が十七時三分を回ったところです。えー 今日の仮想通貨市場、特に XRP が爆発しましたね。まあ、XRP ホルダーとしては非常に嬉しい限りなんですけれども、この辺り何があったのか、まあ、特にですね、ニュースの方あんまりないんですけれども、今の大雨の状況とか見ながらですね、しっかり分析していきたいと思います。それから今日はですね、まあ、いろんな注目のニュースがありすぎて、サクサク見ていくんですが、まあ、日本においても結構大きなですね、ニュース入っていますので、その辺り皆さんと一緒に見ていきたいと思います。あとは何といっても今日 FOMC が開催されますよねえ。この辺りの最新動向を見ていきたいと思います。えこのチャンネルでは仮想通貨 関連それから世界経済の動向をピックアップして総分析と戦略構築をやっております毎日タイムリーな情報とあとトレーダーとして今注目のアルトコインなんかをピックアップして分析したりしていますのでぜひポチッとチャンネル登録でよろしくお願いいたしますそれでは今日の仮想通貨資料の動向を見ていきたいと思います動画に入る前に1点だけお知らせでバイビットでものすごいキャンペーンやってますのでちょっとこれご紹介したいと思うんですがなんと1000ドル分の BTC USDT のポジションをですねエアドロップしてくれるとすごいキャンペーンですよねもちろんこのエアドロップ で得た利益はですね出勤とかもできるとすごいキャンペーンをですね今やっております期間はあと16日あるんですけれども一応今回のですね対象者に関してはバイビットで口座開設をしてから今までに一度も USDT 無期限契約のポジションを保有したことがないお客様がイベントの対象だということで、えー、1名あたり1つのポジションを1回無料で獲得することができるということですね、えー、詳細に関してはこのページですね、えー、まあ動画止めて読んでいただければと思うんですがまあ、とりあえず今から新規の口座開設もしく は既存でまだやったことないいよっていう方この方々が対象になるということで、100ドル分のですね、入金が必要ということですが、まあ一応 50USDT 分のボーナスがもらえて、それにリバレッジ20倍がかけられて、注文価格が 1000USDT になると。一応このページでですね、対象者の方はロングかショートか選べるようになっていますので、ぜひこの機会をですね、有効に使っていただければと思います。今日の仮想通貨市場、ビットコインまたね、ちょっと反発しまして、今2.25%の上昇、376万円まで上昇ですね。イーサに関しても今日はですね、 3%の上昇ということで23万7000円まで上がっていますその中で一番大きな上昇を見せたのがなんと XRP ということで20%を超える上昇今60円を超えていますそれからカルダノに関しても14%の上昇ということでこの辺りもです、ね、テクニカルでしっかり見ていきたいと思いますじゃあまずは今日の株式市場の動向なんですが日経平均も大きく上げました1.9%の上昇ということで2万7466円となりました、まあ、前日のアメリカの株式市場が軒並み大きく上昇しましたよねこれに関しては は今イエレン財務長官がアメリカの銀行が破綻した際に預金を全額保護する可能性に言及したということでま金融不安が後退したということが言われていますそれから為替の円安基調も支えとなったということが言われています今日の世界の株価見ても軒並み上昇ですよね超重要イベントの FOMC がですね今開催されておりまして結果発表が日本時間でいうと3月の23日の木曜日午前3時と3時半パウエルさんの記者会見と金利の発表があるということで大体こういうですね 大きなイベントの前って売られたりとかあとはあんまり動かなかったりとかっていう感じなんですがこの状況でも全面的に上昇するということでかなり今ですね相場は楽観視されているなっていう風な印象を持っています一応その FOMC なんですけれども今ですね CME のフェドウォッチ見ていくと0.25%の利上げの確率83%なんですねえ置きの確率は16%ということで0.5%の利上げ予想って今排除されているという状況なんですよねその中で FRB に関してはですねインフレと銀 銀行危機、えー、両方ですね挟まれていて難しい決断になるだろうということが言われています。まあ、利上げを停止すべきだっていう声も結構多くですね上がっているということらしくて、まあ、こういった中でどういう判断をしてくるかっていうところに非常に注目が集まっています。これどちらの判断になったとしても仮想通貨市場に関してはやっぱりプラスに働くんじゃないかなと思いますよね。ただそれもやっぱり目先の状況だけで今後の先行きがですね明るくなったかっていうと全くわからないっていう状況なんですよね、えー。イエレン財務長官は保護するっていうことを言っていますけれども。 ブルーバーグのエコノミストの方はですね、利上げ断行なら銀行のストレスは増し、投資家を動揺させると、もし利上げを停止した場合は、やばいことを FRB は知っていて、利上げを停止するんじゃないかっていうふうに見られたりもしていると、どちらにしてもまだまだですね、金融不安というものは拭えない状況ということで、ここは引き続き、しっかりですね、別目線で考えておかないといけないかなというふうに思っています。はい、じゃあ、ここから仮想貨関連のニュース、いくつか見ていきたいと思うんですが、今日結構多いので、サクサク見ていきますね。まず1つ目、このキャッシュウッドですね。 アークインベストメントのキャッシュウッド CEO が世界的な銀行危機器はビットコインにより多くの基幹投資家を引き付けるという発言をして話題になっています。まあ、直近ではコインベースの元 CTO の方が、えー、ビットコインはですね今後3ヶ月で1億円を突破するということもですね言っていたりして、まあ、楽観ムードというか、えー、ビットコイン資金が流れてくるんじゃないかっていう予想をしている方がたくさんいらっしゃいますよね。まあ、仮想通貨取引所のビットレックスの CEO に関してもビットコインに対する基幹投資家の関心はすでに高まっているということを言っていて な話題は仮想通貨に対する機関投資家の関心だと、えー、どの大手銀行も今や実質的な仮想通貨デスクを持っていて取引だけではなく提携も行っていると発言をしていますまさに今イノベーションが起ころうとしているということを言っていて仮想通貨市場特にビットコインに大きなお金がですね入ってくるんじゃないかっていうことが言われています、えー、ただ他のニュースを見ていくとビットコインは現物買いによってま28,000ドルを保有していると、えー、維持しているっていうわけなんですが機関投資家はまだ売っていますっていうことを言ってるんですね、えー、この辺りの 不在がが現在の上昇をを弱めるる恐れがありますすよよとといいうことででな、えー、らしているわけなんですよねコインシェアーズのデータ見ていくとコインシェアーズのデータ見ていくと A スケールコインシェアーズ21シェアーズとか、まあ、この辺りの大きなですね、えー、エクスポージャーを持つ世界の基幹投資家ファンドのポートフォリオを追跡したところ、まあ、直近で資金がまあ流れているよとマイナスの方向に行ってるよということがですね言われていますその他オンチェーンに関してはちょっとわかりにくいので別のデータ見ていくんですけれどもこれはわゆるビットコインの保有者ですね 例えばこれだと Number of Address w i バランス0.1ということで 0.1BTC 以上を持つアドレスの数という感じで見ていくことができるんですがやっぱり小口の投資家に関してはまあどんどん伸びているよということがよく分かりますこれはもう歴史的にずっと伸びていますその中でやっぱり注目されるのはいわゆるクジラ例えば 1000BTC だったりとか1万 BTC 以上を持つアドレスの数これがどう変化するかというのを見ているわけですねで確かにこの 1000BTC 以上を持つアドレスの数に関しては直近ずっと下がっていってますなのでクジラが減ってい ているとえいう状況なんですがその一方でビットコインの価格は上がっているとでこれ悪いのかどうなのかって言われるとこれ正直ですねよくわかりませんっていうのもこの 1000BTC 以上のアドレスの数に関しては、えー、過去歴史的に見てもですね割と逆相関の形で動くことが多いんですよね仮想通貨が上がっていく局面で、えー、クジラは減っていくとここもそうですよねでここの最高値これはですね結構連動して動いていたんですがまあ、最高値つける頃にはクジラはですねずっと下がっていっていたということでまあ 若干ですね逆相関の形があるとで今の状況を見ると短期的にはですね確かに逆相関の形になっているかなというところで、まあ、この状況だとですね過去のこういう逆相関の形を連想するのであれば価格がですね一気に上がった中で大きな投資家は売っていくとそこから大きな調整に見舞われる際に、えー、またクジラがですね増えてくる、まあ、そういう風な動きになる可能性もあるので、まあ、一概によくないとは言えないんじゃないかなと思っていますなので引き続き、まあ、動向は注視しないといけないんですが個人的にはやっぱり一時、えー、的に3万ドルとかいって一旦の調整とか そういう風なね、シナリオを考えていて、短期的にはですね、まだ強さが続くんじゃないかなというふうに見ております。じゃあ、ここからですね、えー、サクサク見ていきたいと思うんですが、ソニーがですね、NFT に関する特許を申請したと、えー、ついにソニーが来たということで、ゲームやゲーム機での利用を可能にということで、NFT をですね、デバイスの違うもの同士の中で送付することができるようになるっていう特許申請らしいんですよね。えー、なので、まあ、つまり VR ヘッドセットだったりとか、タブレット、コンピューター、スマートフォンなどのデバイス間で NFT を転送できる ようになるとまた申請書類によれば NFT は世代を超えて例えば PS4 から PS5 へ使用することができるとされていてデバイスのアップグレードによっても NFT を引き継いでいくことができるとかそういうふうなことができるような特許申請をしたということらしいですねソニーは最近 Web3 での存在感を高めるためにパートナーシップを強化してブロックチェーンベースのですね製品をテストする動きを見せているということでソニーが参入してくるということになれば日本のゲーミファイ市場もかなりですね盛り上がるというかまあ起爆剤にね なななるんじゃいいいかなという,ふうに思っていますはい、次のニュースですが、コインベースがですね、ブラジル事業を強化することを明らかにしました。法定通貨レアルでの入出金が可能になるということらしいですね。これによってコインベースの株価上がってるんですが、まあ、直近ではコインベースが、まあ、アメリカの政府、えー、特に規制当局に対してですね、不満を漏らしていて、国内の事業を強化する動きがですね、少し見られていたっていう状況の中で、ブラジル事業を強化するというニュースが入ってきましたね。一応ブブララジジルルを強化する理由としてはブラジルは人口が多く のねでの、えー、仮想通貨使用も活発でありその将来性が期待できるということらしいですね今後もいろんなオフショアにですね、えー、展開していくのかどうなのかっていうところは引き続き注目したいなと思っています次、えー、ポリゴンですねマティックの価格に対する懸念が高まっているということで、まあ、マティックの価格ここ最近で11%ぐらい下落しているとそしてネットワークの成長は3ヶ月連続で減少しているということらしいんですねこの背景としてはイーサリアムがプルフオブステークにですね移行を成功したとそういったところも、えー、懸念を 引き起こしているんじゃないかということが言われていますしあとは直近で上海アップグレードの日程が4月12日に予定されるということが発表されましたが、えー、そういったところもですね悪影響を及ぼしているんじゃないかということが言われていますただ個人的にはですね結構価格の上昇傾向今のテクニカルだけ見ると結構強い動きしているなっていうふうに思っていますのでまあ、この情報を踏まえつつ後でテクニカル見ていきたいと思いますでこれが最後ですね XRP が今日20%以上上昇したんですがその理由ということで You t o のニュース で入っているんですがまあこの記事一言で言うとこれっていう根拠を出しているわけではありませんまあリップル社と SEC の裁判に関しては今年のまあ初め頃に終わるんじゃないかっていうことがこれまで言われてきたわけですねまあそういったところへの期待じゃないかっていうことが言われているんですがそれ前からですねずっとあったのであまりここはえ今日の上昇に関する要因ではないんじゃないかなと思っていますこれちょっとバイナンスの OI のデータですね XRPUSDT の無期限契約のですねえ未決裁縦玉の状況を見ていきたいと思うんですが 今回の上昇って、まあ、ショートのスクイーズではないっていうことが明らかでして、というのは、バイセルボリューム見ても、まあ、買いの方が多いよっていうところと、あと、微決済縦局がですね、急激にめちゃくちゃ上がってるんですよね。なので、この上昇は、ロング、まあ、あの、成り行き買いでですね、起こっている可能性が、まあ、高いと。まあ、もちろん、他のポジションのいろんな生産活動ももちろんあるんですけど、ロングの成り行き買いが、えー、ここの価格をですね、押し上げたという状況なんじゃないかなと思います。後で、テクニカル見ていくんですが、まあ、出来高はちゃんと上がってるんですよね。 なのでまあ大きなお金がポンと入ってそれで価格を一気に押し上げたっていう感じの動きではないんですけどまあこういう動きを見ると何かしらこう裏で,ですね情報を握っている人がいるんじゃないかなと勘ぐったりしてしまいますよねはいまあこの上昇の後どういう風な動きになるかこの後テクニカルで見ていきたいと思いますじゃあ最後ビットコインの板の状況ですけど今売り板の方がちょっと厚くなってきていますねえと売り板に関してはまあ引き続きこの3万ドル付近っていうところは厚くなっているという状況ですよねえ買い板に関してなんですけれども 今27500 600とととか600付近まままでででででくなっってているといいいいるう状況でこれもテクニカルで説明し、えー、でききすすのでチャート分析入っていきたいと思いますはい、じゃあまずはビットコインの冷やしから見ていきたいと思います。ビットコイン今28,200ドルということで、えー、まあ、直近ね、勢いよく上昇してきていて、5日移動平均線まだ割り抜けていませんよと、まあ、非常に強い動きが継続しているという状況です。で、出来高も上がっているので、これもいい傾向かなと思います。ちょっとね、あまり直近動きがないので、4時間足に切り替えていくと、4時間足でももう全く動きがないんですね。で、 ここの27,600っていうところに関しては、もう本当に短期的な話ですけど、ここの水平線ですね、これが27,600付近なので、これ割られると、ちょっと一時的にですね、ガクッと下がる局面があるかもしれないなというふうに思っています。一方で上に関しては、これは明確で28,400付近、ここの抵抗ラインですね、はい、ここの今ボックス相場の中で動いていると、ただ安値はずっと切り上げているよっていう状況がありますので、引き続きやっぱりじりじり強い状況であるということは変わりないんじゃないかなと思います。その中で FOMC の懸念が払拭されれば、 やっぱりこのまま一時的的ににですね短期的に3万ドルを試しに行く可能性は十分あるんじゃなないいかなと思っていますでこの3万ドルに関してはやっぱり歴史的に見ても非常に重要なラインでして、まあ、以前の,この高値でね動いていた水準のサポートラインに当たるわけですよね。でやっぱりこれをぶち抜いていくと相当上がですね軽くなってくると以前のような大きなですねボラティリティの相場になる可能性も出てくるということになりますのでやっぱりかなり大きなインパクト特に長期で見ても大きな影響を与えるんじゃないかなと思っています。ただその前に ここに関してはめちゃくちゃ意識されているので、えー、一旦のですね、調整が起こるんじゃないかなっていうふうに、えー、今のところは見ております。はい、その中、イーサに関しては、えー、今1789ということで、まあ徐々にですね、上がってきていると。まあ、イーサに関してはもう重要だったですね、この1680を明確に抜けましたので、これはもう強い動きにですね、えー、変わっていくんじゃないかっていうふうに思っています。直近の高値はここです。ここが、まあちょうど2000ドルなんですよね。まあちょうどそういう節目もあって、おそらく切り番ということで意識されてくると思うので、今の状況を見ると、やはり 底堅い動きの中から2000ドルを試しに行く展開かなっていうふうに思っています。大きな目線で見たときに2000ドルでね、今度抵抗されれば、こういうアセンディングトライアングルみたいな形も作られますし、直近でね、え作っていた高値を超えるということで、まあ、上昇トレンドが改めて意識されるという展開になるんじゃないかなと思っています。で、2000ドルを抜ければですね、イーサリアムの市場、かなり強く動いてくるということが、過去の動向でも明らかでして、えーまあ、この1700付近もねか、過去ここで抵抗されたりサポートされたりしたりとか、かなり 重要なラインですよねなのでここを抜けると、まあ、2000ドル2000ドルを超えると一気にですね2500とかっていうところまで、まあ、狙えるような相場環境になってくるんじゃないかなと思っています。 XRP に関してこれですね、一気に急上昇して、まあ、ちゃんと出来高も上がっているということで、えー、薄い板の中一気にかっさらっていったっていう感じではないということは言えるんじゃないかなと思います。で、過去 XRP に関しては、やっぱり急騰した後っていうのは不安定な相場が続く傾向があります。昨年の9月に関しても一気に急騰して55セントをつけたんですが、その後一気に40セントまで帰ってきているということで、非常に荒い値動きになったことがですね、去年の9月あったんですよね。今後も,もしかするるとそういうい相場になってくる可能性 があると少なくとととともこここののラインを一気ににぶち抜いたといいいたうことで市場の期待感、えー、目線は上向きに変わっていると思いますその中で一時的な利格によって、えー、この40セントそこそこのところまでですね、落ちてくれば、そこはまたおしめ買いとして意識されて買いが集まってくるんじゃないかなというふうに思っています。えー、空に関しても、今、移動平均線密集抜けようとしています。あとはトレンドラインですね、これを抜けようとしています。で、これを抜ければ、一気にですね、えー、30ドル付近までのこの抵抗ラインですね、ここまで上昇してくる可能性が出てくるんじゃないかなと思っています。 直近ではまあ26、7ドルぐらいのところですね、青の、えー、加減ラインのところで何回も抵抗されてしまったとっいう実績があるんですが、まあ、今回もこの辺まで上がって、一時的にレジスタンされる可能性ありますが、今回は移動平均線の密集が見方をしてくれますので、えー、サポートラインが強固になって、一気にです、ね、上がっていく可能性も出てきているんじゃないかなと思いますで。カルダノに関しても今日大きなです、ね、上昇を見せたんですが、これも出来高がちゃんとついてきていると、あとは直近のこの動きの中で出来高が上がっているというところは一つ特徴的かなと思います。やはりここのサ サこの30セントを守ったのは非常に大きかったかなということで今、移動平均線、冷やしレベルで密集を抜けていますのでここからちゃんと価格をですね維持すれば移動平均線の、えー、サポートによってですね上がっていく可能性ありますしあと大きな目線で見たときにこういう逆算尊が完成するということで、まあ、ネックラインとなるのがこの40セント付近この青色のところですね、はい、ここが意識されるかなというふうに思っていますので、まあ、体のも一時ね、えー、やばいかなという状況になりましたがこれを抜ければ一気にですね上昇してくる可能性が出てくるんじゃないかな と思います GX に関してはまだ動きがなしですね、今日は3%ぐらい上がってますが、まあ、引き続きこの上と下の青色のところで,です、ね、挟まれながら動いているという状況で、これをブレイクするまではあまり方向感出ないかなという,ふうに思っています、まあ、引き続き強い動きは変わってないかなという状況ですね、えー、バイナンスコイン、BNB に関してはここ、このラインですね、330ドルをもうこれ、明確に抜けたって言ってもいいぐらいの底固めをしているような今状況なんですよね、出来高も上がってきていると非常にいい傾向なんじゃないかなと思います。移動平均線 の密集に関しててはちょっとね乖離ししいるような状況がありますのでしばらくねここで動くもしくは一旦調整されてもおかしくないかなと思うんですがやはりそれは底堅い動きの中で買われて引き続き上昇を試しに行って370380付近を試しに行くとまあそういう風な相場になるんじゃないかなというふうに今のところは思っています手増債に関してもまあ直近移動平均線密集をちゃんと抜けましてで一旦戻してきているポイントということでカルダノと同じくこの辺のサポートラインをですね守ったとっいうところは非常に大きく評価されるポイントじゃないかなと 持っています、えー、その中で、まあ、ちょっと、ね、カップビズハンドルみたいな、えー、形になっているんですが、まあ、チャート形状は置いておいてもここの1.3から1.4付近の抵抗ラインですねこれがネックラインになっているというのは間違いないかなと思いますので今の状況を見ると引き続きこの辺まで試しに行ってで抜けるかどうかという展開になるんじゃないかなと分析しています、えー、GRT に関しては、まあ、AI 関連銘柄として、えー、直近で注目されているわけですがこれも、まあ、ここのサポートラインに、ね、なんとかこう支えられているという状況なんですが あまりここは強いラインではないかなと思っています。なので、これ抜けられたら、一時的にこの辺までガクッと下がる可能性があるかなと思うので、そこはまあ大きな買い場になってくるんじゃないかなと、個人的には思っています。まあ、ただ、直近、出来高もね上がってきてるし、まあ、移動平均線一応全部抜けてるということで、えー、ここから長期の移動平均線も上がってきて、えー、そこにサポートされる可能性も出てきます。なので、まずは今存在しているポイント、15セント付近ですね、ここを守れるかどうか、えー、ここに注目をしていくべきじゃないかなと思っています。チェーンリングに関して大きなボックス 相場ボックスの中で動いていて直近ではこの下のですね小さなボックス相場に移行していたわけですがえ V 字回復してきてここのですね抵抗ラインこれが7.4ドル付近ですがえこれを抜けようと今ですねしている状況となっています、えー、その中で移動平均線未集を今超えているということでまあこういうふうな大きなですね上昇につながる可能性出てきたんじゃないかなと思います、えー、今の状況だけ見るとやっぱり8ドル付近まではですね試しに行ってそれを抜けるかどうかでまあ大きな展開かどうかっていうのが変わってくるかなと思います8ドル抜ければ一気にこの上の上 9. 4ドル付近ですねここを試しに行くと思いますがここも大きな意識がされているポイントですのでまずはここそしてここえー、そういう風なですね目線で今見ていくべきじゃないかなと思いますまあ目先はちょっと強いんじゃないかなという風に個人的には思っていますじゃあ最後ドル円なんですけどここのラインきっちり守りましたねこれが131.3ぐらいのところでちょっと一時的に冷やしレベルでね抜けていたんですが一気に戻してで出来高も結構大きなものが入って、えー、反発して今132円ということでなんとか一目を取り留めたみたいな感じになっています、えー、ここのサポートラインを抜 受けてしまうとまあ127円台が見えてくるみたいなことをお伝えしていたんですがここで守るとなれば、えー、短期的に反発基調が高まってまあ134円ぐらいまでまたね回復してもおかしくない状況になるんじゃないかなと思っていますということで今日は七、えー、通貨とドル円の状況を見ていきましたいろいろテクニカル分析したんですけれどもやはり FOMC の値動きには勝てないと思いますので大きな値動きに警戒したいところかなと思っています個人的には楽観視してるんですけどね、えー、明日おハゲアになるかおハッピーになるかしっかりそのあたりはま明、あ、日のツイッターとかで また発言していこうかなというふうに思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。